こんにちは、トガシ TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は東京都足立区の足立市場に来ておりますということで、今日も久しぶりに市場ご飯食べてみたいと思います。足立市場の中には何軒かの飲食店が入っておりますが、今日はこちら C8 食堂さんでいただきたいと思います。市場内にあるお店ですので、魚を使った定食メニューや丼物などいろいろとありました。地酒のメニューもありまして、運転じゃなかったらお酒を飲みながら食べたい感じです。注文したのはアジフライとマグロブツのセットです。こちらのアジフライふっくらと揚がっておりまして、マグロブツ、それから味噌汁とお漬物、昆布、ご飯、このセットです。さあ食べていきたいと思います。まずはお味噌汁を飲んでいきましょう。最初にお味噌汁を飲むとなんかこう落ち着く感じ。そしてどんどんと食べていきたいと思います。ご飯を食べて、さあ本格的に食べていきましょう。まずは昆布、これが美味しいんですよね。唾液が口の中にほわーっと広がるような感じ。久しぶりに市場ご飯、定食などを食べておりますので、動画の撮り方を忘れてしまったような部分もありますが、ちょこっとフォーメーション変更してソースをかけていきたいと思います。ソースはまんべんなくかける派でございまして、ひっくり返して、これで画面に映っていただけますでしょうか。レモンも絞っていきましょう。それではアジフライいただきたいと思います。もうサクサクで本当にほわーっと中はしてるんですよね。ふっくらとしてる感じの味で、これ美味しかったですね。ご飯がもちろん進みます。そして味噌汁も進みまして、からしがついておりましたので、からしもちょこっとつけていきましょう。からしが味をまたこれ引き立ててくれて、ご飯が進んでしまうわけでございます。いや本当に美味しかった。グッドポーズ、これはですね、軽くグッドポーズをしているんですが、周りに人がいるから恥ずかしくてこんな感じになってしまいましたということでございます。お漬物も食べていきましょう。定食といえばやっぱり漬物といった感じでしょうか。ご飯を食べていきまして、マグロブツを食べる準備です。わさびを醤油に落としまして、ここにマグロをポンポンポンとバウンドさせて醤油をつけて食べていきたいと思います。これは美味しかったです。続いて野菜も食べていきましょう。この野菜が入っていることによって、お皿が緑感も出て見た目も良くなるわけでございます。そしてマグロでございまして、これ色が違ってですね、赤身の部分も入っているし、こうとろける部分も入っていると、この両方とも美味しいですよね。赤身の部分は赤身の部分で、こう淡白で引き締まった感じの部分がまたこれ美味しくて、脂身のついたトロ、これもこれで美味しいということでございますが、久しぶりのアフレコを入れておりますので、動画がどんどん先に進んじゃう。で、昆布を食べてご飯が進むということでございます。いやー本当に2種類の料理がメインみたいな感じであるといいですよね。マグロのお刺身系、それからこう揚げ物、大好きな私も揚げ物が食べられると嬉しくなってくるわけでございまして、この後には昆布もついております。さあアップにしていきましょう、というかアップにじゃんしないとマグロが見えないなと思ってこちらに載せました。朝なんでなんだか急いで食べてるような感じがしますが、朝からマグロのお刺身が食べられる幸せ感、アジフライでご飯が進み、素晴らしい一日の始まりとなりました。どうもごちそうさまでした。グッドポーズしまして、最後はお茶を飲んで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、食べてきました。美味しかったです。後ろの C8 食堂さんです。美味しかったです。いやー、このふっくらとしたイワシのフライでした。ね、サクサクの中にもこうふっくら感がすごいあって良かったですね。で、マグロブツもセットになっている定食にしたんですが、マグロブツがですね、もう赤身の部分も入ってたり、トロの部分も入ってて美味しかったですね。赤いところは赤いところでしっかりこうね、身がなんていうのかな、引き締まっているというか甘みがあるような感じで美味しかったです。いや良かったです。また来たいと思います。またぜひ行ってですね、他のいろいろなものを食べてみたいなと思います。ちょっと今回久しぶりの市場動画ということで、撮ってみましたが、今回は、足立区の足立市場に来ましたということで、この動画を終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。もしちょっと良かったなと思った方は、ぜひ高評価もしていただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。